超ときめき宣伝部大好き。イエー、そもそも超ときめき宣伝部ってどういうアイドルグループなのか説明してもらってもいい？部長で、ね、部長、番長で、めちゃくちゃすごいですこんなに用意してくれたの。そのままユーゼンで好きっていう曲、好きを114回って。どういうこと？ってことは名前が超ときめき宣伝部で、最初キース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 って歌うんだけど、アキちゃんがこの気持ち止まりませんって、これが可愛すぎて超ときめき宣伝部大好き芸人、イエーイ。なんと今回、はい、超ときめき宣伝部大好きな僕らのほぼ同期で、はい、中での同期もたくさんいるよね、に集まってもらいましたけども、いや明るいね。いやいや、嬉しい。マジで飯食える前のフィッシャーズみたいで。嬉しいのかな。最近めっちゃ聞くのよ。はい。ときめき宣伝部。いやでも心配よ。え？やっぱさ、あの同期でずっとまったり後輩だけどさ、連れてきたアイドルがさ、やっぱどんなもんなのかって。気持ちとしては。もう。お父さんの気持ちだからな。いやでもやっぱちゃんと厳しい目で見させてもらいます、はい、今日はでもお父さんも安心させられる、はい、もう本当に素晴らしい任せて。そう、自己紹介からしてもらおうか、誰推しとか。はい、はいはい、じゃあみんなでやります。え、なになに、はい、じゃあ皆さん行きましょう。え、君のハートにロックオン。私たち超吉本宣伝部です。すごい、危ない危ない危ない。こういうの大好きなのよ。あ、ちゃんとなんかこう応援してて自分たちの中であるってやっぱすごいと思うのよ、うん、俺たちって普段やっぱそういう人に支えられてるわけじゃないですか。そうそう、そういう気持ちみたいな、やっぱ確かに熱いよな、やっぱ。いや、もうめちゃくちゃ熱いよ。どっちの気持ちも分かるよね、うん、めっちゃいい。じゃあ自己紹介からいいですか。はい、はい、超ときめき宣伝部、超ときめきグリーンの吉川日和推しのフードファイター安田です。おいしい。押してるやつの名前が変だったフードファイター安田が押してる。ごめん、ごめん、日和。さあ、そして、はい、超ときめき宣伝部、超ときめきレモンの須田亜希ちゃん推しのソイソース亀尾です。ソイソース、よいしょー。超ときめきレモン、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 レモンカラーの、はい、後でちょっと詳しく、詳しく、はい、そして超ときめきブルーの辻野かなみさんを推しているバチョクです。ちょくちょくみー。めっちゃ変じゃん。全員変じゃねえか。変だからさっきあんまちょっと変だった。さあ、そして奥の、はい、超ときめきパープルの、押してます、高橋パーティー、略して高橋パーティー。高橋パーティー、めっちゃ久しぶりに会った。高橋パーティー、高橋パーティーか。あ、そう、元気にしてた。 K-POP 系みたいなさ、ネタやってたじゃん。ネタやってた。あ、K-POP は好きではないです。あ、そう、そんなん言うなよ。そんなんも言うなよ。たどり着いたんだよ、この。確かに、ここにたどり着きました。そうなの。さあ、そして、はい、超ときめきレッド、酒井ひとかさんを推してる、うん、超吉本の赤といえばといえば、はい、せいちゃんこと大島せいやです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、ワクワクする、ワクワクする。そこまでやれるんだ。そういうのあるんだ。これあります。ライブであるけど、ね、メンバーがやってんだよ。やって、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 超ときめき、吉本のグリーンといえばといえばはーい、フードファイター安田です。おいしい。フードファイター安田じゃん。大島はやっぱ正統派漫才師だから、あの、こういうおいしいとかがないから。そもそも超ときめき宣伝部ってどういうアイドルグループなのか、ちょっと説明してもらってもいい？そうですかね。じゃあ部長お願いします。部長、番長で。一応辻野かなみさんも宣伝部長っていう、まあ、リーダー的なところなので、はい、ちょっと、あ、それを推してる番長もリーダーとして。なるほどね。はい、もちろんちゃんとこうすごい用意して。本当に。めちゃくちゃすごいですよ、これ。部長、こんな、こんなに用意してくれたの。本当に昨日の夜に絶対に伝えたい。はい。これはもうレジュメと呼べます。本当に。プリントだわ。スターダストプロモーション所属の6人組のアイドル、通称トキセンでございまして、うん、ももクロとかと。そうです、うんうんうん、ももクロとかの妹分で、コンセプトが、あ、ももクロさんの妹ね。そうなんですよ、はい、じゃあ安心だ。よかったよ、あのオタクの妹。そうそう、スタダだから。そうなんですね。
コンセプトがコンセプトときめく恋と精神をテーマに、世界中のみんなにときめきを宣伝する。なるほど、うん、そうなんですよ。でメンバーがさっき言った辻野かなみさん、うん、アンジュリアさん、うん、坂井ひとかさん、小泉遥さん、須田亜紀さん、吉川宏さんの6人組、うん、はい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 。で元々が、はい、まあ、5人組だったのが、はい、はい、まあ、1人脱退して、うん、2人追加して、うん、で今1人また脱退したところに、うん、アンジュリアさんが入ってきて、うん、で前の黄色の子が脱退し て、うん、で2020年に須田亜紀ちゃんが所属してから、はい、あの元々ときめき宣伝部だったのが超ときめき宣伝部。なるほど。改名して今の形になった。そうです。へえ。ももクロみたいに Z がついたみたいな感じで。そうそう。なるほどね。そう。あ、そういうことか、分かりやすい。そうなんです。なるほどね。え、もう一人は何色なの？あ、ピンク。ピンク。春ちゃん。でもちなみに、うん、この吉本で推してる若手芸人めっちゃいるんですけど、はい、あの、うん、そのお春ちゃん推しが一番多くて5人ぐらいです。あ、ええー。はい。今日たまたま。たまたま。宣伝部だけ。あ、じゃあこれ全員。ピンクだった可能性もあるから、ね、そう5人呼んだら集合写真の時にそこだけすごいですそう、めっちゃ人気なんだ、おはるちゃん。そうなんですよ。はい、そして王道アイドルの可愛いを追求してて、うん、なるほど、そう、感じのね、めちゃめちゃキラキラ。あ、なるほど、はい、確かに最近ちょっといろんなコンセプトあるけど、うん、王道ってなかなかね、そうそう、難しいのもあるしね。そもそもももクロがさ、なんかさ、うん、ちょっと王道と違うみたいな、バラエティっぽい感じ、プロレス系のやつとかやってたもんね。で2010年代にめちゃくちゃそういうアイドルを振りというか、うん、スターアイドルが流行った中で、うん、ここに2020年代に可愛い来たんだ。そう、あ、なるほど、確かにすごいよね、超ときめき宣伝部って言ったらコンセプト可愛いなわけじゃん。そう、可愛いで戦ってるって、ね、すごいこと言ってるよ。そうラーメン屋でうちのあのコンセプトは美味しいですって。本当にすごい、すごすぎるよね。芸風面白いみたいな。芸風面白いです。そうやってるってことでしょ。そう、すごいですよ。でそこからなんか最近だったらもう可愛い系も増えてきて、だからその、うん、あの火付け役というか、そうなってる、まさにもう時代の第一線を活躍してるんだ。そう、うん、だってめっちゃ聞くもんね。そう、なんか芸人ファン多くない？めっちゃ多いね。でも本当始めたのはもう、うん、バチョバチョ、バチョくない？たまたま有線で、うん、あのまあ、2021年に、うん、好きっていう曲、うん、好き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 、あ、これ TikTok で、そうです、そう、これが好きっていう曲あるんだ。そう、そこが流れたのが好き超バー。超になってから。あ、超になってからな。そうそうそう。タイトルで好きとかもういいんだ、その。そう。ラーメンでさ、ラーメンでタイトルラーメンみたいなもんだけど、やばくない？で、好きを114回言ってて、その曲が。すごい。で、これ、有線流れて、え、どういうことって言ったら、調べたら、名前が超ときめき宣伝部で。だって、その時さ、ビジュアルとか見てないよね。見てない。そうか。音だけで、うん、音だけで。で、ビビってきたんだ。ビビってきて、YouTube 調べて、うん、で YouTube にもう動画がもうすごくめっちゃ載ってるんですよ。載ってるんだ、いいね。運営さんが素晴らしい、しっかりしてる。すげえ、それ押しやすいね。そう、あ、でそこからハマったんですよ。何の動画からハマったの一番最初？いやでもやっぱ好きを、好きを、まあ当時5、6本、10本違うバージョンを載せてる。これがすごい、これがすごいんですよ。どういうバージョンがあるの？だからライブのなんとかバージョンとか、あ、はいはい、MV もあるし、PV もあって、あともう全部のライブ合わせてるバージョンとか、サンリオのコラボとか。すげえ。そう、それを見て、で、ライブの歌が良すぎる。その生歌が素晴らしい。あ、そうなんだ。そうなんだ。口から音源。うわ、それいいね。出た、口から音源。音源以上だよね。実際さ、CD とかさ、それこそ有線とかで聴いて、めっちゃいいと思ってライブ行ってみたら、あれみたいなことがないのって最高だよ、ね。むしろ上超えてくる。すごいな、それね。そうそう。それでバチョフが一人でライブ参戦しだして、うん、よく行ったの一人でね。まず9月にこう聴いて、あーと思って YouTube 見たら、もう全員の名前をすぐ覚えて。っていうのも、うん、そのすぐ覚えてた理由が、うん、その YouTube 内でコメント欄に宣伝部員さんっていうファンの皆さんが、うん、めっちゃ親切で、この子はこういう人です、うん、あ、なるほどね、この動画見てくださいとか、うん、この子はこういう経緯でこういうことがあったんですみたいなことがめっちゃ書いてあるから、すげえ、すぐ覚えれて、いや、すごいよね。3週間後にはファンクラブ入ってて、早っ。で、その年のあの、うん、トキクリっていうクリスマスのライブがあるんだけど、ね、うん、そこに応募してて、気づいたらライブで来れてた。うわー、もう一瞬でハマった。すごい、すごい。え、てかやっぱそれもさ、いろんな動画とかあったり、ときめき宣伝部の宣伝部の人がいろんな宣伝してくれたり、こう押しやすい環境があるのね。そう、そう、誰かしらがこうツイッターで、うん、そのこのメンバーの誰々に興味があるかも、うん、ちょっとハマりか
かけてるかもって言ったら、うん、もうその宣伝部員さんが、うん、もうそこにどん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 すごいですね、リプライで、いや、やってることインプレゾンビじゃないそれが好きインプレゾンビあ、そうなんだちょっと前にファーストテイクに、うん、あの時戦が出たんだけど、そこでもうコメント欄で、うん、あ、この子可愛いかもみたいな、うん、コメント1個あったら、うん、それに8件ぐらい、うん、すごい本人がそれに返信することもあるんです、うん、そう、私です、すごい、これ嬉しいね、ヒカキンだけだと思った、そんなこと本人が降臨する、本人降臨するの本当だから、その3週間ぐらいハマった時にもう全部の蓄積やって、あたかも最初から押してたかのように、うん、ああ、だから好きな人が教えてくれた情報を持った状態でライブに行けたんだ、もう3週間前に泣いてたてかさ、アイドルをそもそも押したことはあったの？もともと大学生だから、高校生の時 AKB さん流行って、うん、で SK さんを押したことがあったんだけど、うんうん、その時大学生って遠かったのもあって、うん、あんま現場に行けなかったっていう後悔があって、うんうん、あ、なるほど、だから今回ハマった時に、あ、絶対に行こう、うん、現場に行こうって言ったらめっちゃハマったんです。そうか、当時広島だっけ、広島で、そう、ここがその AKB とかが好きだった、そう、うん、そう、でも俺も鳥取だったから行けなくて、とかで、ちょっとやっぱりさすがに自分の推しの宣伝もしてもらっていい、どういう子なのかみたいな、ちょっとじゃあバチョフからいい、はい、じゃあ辻野かなみさんと、うん、バチョフなんか私服全部赤いんですよね、うん、実はね、芸人で8年間ぐらい一緒だけど、そうだ、ずっと真っ赤で、そう、バッグとかも全部赤にして、家のほこりが赤くなるぐらい深夜になるね、布が全部赤だから、これはもうこんな真っ青になってさ、そうだよ、だってあのカズレーザーさんがなんか日テレのイベントで、うん、なんかね、あ、それが水色のテーマだったのよ、うん、でなんかポスターみたいな水色の全身服着てたんだけど、うん、やっぱねインナー赤を残してたの、赤残すの、そう、カズレーザーでもバチョフはもう完全にもうやっぱ嘘つけないなってだから結構赤で押しちゃうとかあったんですけど、うん、もう嘘つけない、あ、もう押しの前で嘘つけないんだ、ね、赤にも押しにも失礼だと思って、赤にも押しにも失礼だからそのこだわりがあるから、現場まで赤で行って、うん、そこで青に着替えて帰るから最初そのこいつ絶対人ちゃん推しだろうと思ったら、うん、現場で青くなってるから、なるほど、リトマス氏みたいな動きしてるちょっとじゃあ青の子の説明いい、そうですね、辻谷奈美さんの最年長なんですけど、うん、最年長、はい、うん、めちゃくちゃ優しい性格が良すぎて、分かるのライブだけ、いや、もうね、あのもうメンバーも言ってるんですけど、うん、怒ったこと見たことない、ママミンって呼ばれる、ママミン、まあ、母性がね、母性すごくて、で辻野かなみさんの、うん、グッときた瞬間があって、うんうん、レコーディングを、うん、ソロパートで全員撮って、うん、曲でいいところを、うん、こうパート分けするんですよ、おー、なるほど、だから言ってたら出来でパートが多いか少ないか、確かに、ね、最初から歌ありが決まってるわけじゃないですか、へー、で初期面なんですけど、うん、まあんまり歌が得意ではなくて、うんうん、最初の曲とかでセリフ1パートとして少なっ、そうそう、てかそんなに厳密にやるんだ、そうなんですよ、歌っぽい歌をもらえずにセリフパートだけ、ね、もっとセリフだけだけしかもらえなかった、はいはい、マジ実力主義だ、そうなんですよ、うん、でもちゃんとそこあの自分でボイトレとかいろいろ行って、うんうんうん、で最終的にだからこの前というか2年前ぐらいに、うん、その、まあ、リード曲の落ちサビっていう、うん、この一番大事なところ、大事なところはもうやるところ、ちょっと照明が暗くなって、うわマジで、みんながラブソースイートの松潤のとこだ、そうそうだ、確かあそこ松潤だから、じゃあ今からじゃあどういう歌われるって発表しますっていう動画があるんですけど、うん、そこでみんなが分かるところで、うん、カナミンが落ちさびって分かって、うん、あのカナミンそういうの出さないんですよ、いつも、うん、普段出さないリーダーですね、そうだから普通に優しくてホワホワしてるんですけど、うん、その動画その後に大号泣、うわしかもそれをメンバーのみんながカナミンやったね、いやそれすごいよ、普通だったらさ、いや、うちは絶対リードが良かったけどな、みたいな、まあ、そうだと、うん、普通あるじゃないですか、あるその後のブログで泣いた理由のもう一つとして、うん、このいいパートだったんで、うん、歌いたい人もいたのかなっていうとも思って、うん、だからそう、他人のことまで考えた、めっちゃいい涙だったんだ、そうなんですよ、本当にいい子で考えられないけど、俺リードもらったら、うぅぅ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 ぅ死ねぇそうだ、普通はそうなんだ、そうでした、そう、そのシーンもあるんだと思って、うんうん、強さというかそこに惹かれましたね、すごい、うん、外見だけじゃなくて内面も、ファンは映すっていうじゃないですか、ファンの、うん、鏡だと、だからそのかなんかお渡し会みたいなのがあるんですけど、うん、でカナミンからなんかその、まあ、CD とかお渡しするイベントに一回行った時に、うん、最後にじゃあ辻野カナミさんから挨拶がありますって時に、うん、やっぱファンの人も優しいから、うん、前の人が座り始めて、後ろの人に見えるように、ええー、
だから そういうなんかもうなんかみんな優しくなるって、うん、惹かれ合ってね。そう、確かに、ね、バチョフもあの NSC の時ダメ出しされすぎて泣いてたもんね。そういうとこもあるから。それもそうですね。自己投影。そして亀尾の推しの子、はい、いいですか。僕が推してる子は、はい、超ときめきレモン須田亜希ちゃんです。須田亜希ちゃん、亜希ちゃん、はい、亜希ちゃんなんですけども、こちらあの令和一可愛いアイドルっていう風に言われてます。すごいじゃん。もうすごい綺麗な顔立ちをしてて、うんうん、で今、19歳なんですけど、うん、もうすごく天真爛漫な子で、もう僕がもう惹かれた理由は、うん、とにかくキラキラしてて、おうん、あの僕も好きって曲から入ったんだけど、もうやっぱみんなそこだ。最初吉川ひよりちゃんって子が、好き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 って歌うんだけど、うん、その後に後ろからあきちゃんがこう歩いてきて、うん、この気持ち止まりませんって言うんだけど、これが可愛すぎてなんか出てるから、新喜劇みたいになってそれが衝撃でも僕は推し始めて、うん、でなんかいろんなイベントとか行って、うん、なんか初めての対面お話し会みたいな行った時にめっちゃ緊張して、うわ何話そう何話そうと思って、うん、入った瞬間アキちゃんが俺の方を見て、うん、はぁ、うん、はぁ、ね、むちゃくすぎてまっすぐデブイしたでっけーみたいな。普通はね触れないようにするそうそうそう、でも無邪気だからでっかいやつ入ってきたらうわでっかいってなったんだ。それをやってくれるのが俺はもう確かに、ね、この子は無邪気だなって思って言ってくれた方がいいもん。そう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 、ね、で、うん、この前あの俺ダイエット島っていう、うん、あのダイエット特番に出たんだけど、うん、その時にあのなんか時世のでっかいライブがあったの。うん、で俺行けなくて、めちゃくちゃへこんでて、ダイエット島でダイエット島で作ってたからライブ行けなかったよ。へこんでたら、うん、ちょうどオンラインの、うん、お話し会を予約してて、あスマホでできるお話、はいはい、でそれはダイエット期間中だったんだけど、うん、スタッフさんもいいですよ、うん、というふうに言ってくれていいですよ、まあ、そうですダイエットには関係ないですけどやっていいですよってなったからやって、うん、島でアキちゃんとお話ししたの。すごいね。でちょっとその胸を伝えて、うん、今こういうふうにことやっててダイエットしてるんですよって言ったらアキちゃんが頑張ってください亀尾さん、もう亀尾さんそのままでいいですよみたいな言われて、もう終わって、その瞬間俺もう大号泣しちゃう。アキちゃんが応援してくれて、でその様子が、その放送されて、推しとテレビの画面で俺とアキちゃんここにいるみたいな。あめっちゃダイエット時も結構いい時間にやってたよね。そうそう、フジテレビのゴールデン。すごいじゃん。無事その特選デビュー。特選デビューそう。島とかでめっちゃしんどい中でも元気をくれるような人っていうのがもう本当に一番しんどいもん。そう、本当に一番しんどい時にめっちゃ頑張れたから。この中だと亀尾さんだけがその唯一公式を動かした。そうなの。確かに。公式がツイートもしてくれて、タグ付けもされて、すごい出てます。あきちゃんがタグ付けしてくれてインスタのストーリー。すごい。認められました。そうすごいわ。応援してくれるもんなんだ。応援してくれて本当にマジで元気をもらえるあきちゃん。なるほどね。いつも元気をもらってもうめっちゃ好きになりました。痩せて、うん、痩せた、日焼けして、16キロ痩せて、真っ黒になって、うん、今15キロ戻った。そのままでいいよって言われちゃったそのままでいいよって言われたから、腰から言われたらしょうがない。しょうがない、戻すことはしょうがない。さあ、そして、はい、吉川ひよりちゃんをしてるんですけども、はい、うん、まあ、ひよりんは時戦で言うと、まあ、ちょっとその、うん、ムードメーカーというか、ムードメーカー、お笑い担当の、ね、バラエティーだから、メンバーその順番があって、うん、番号振られてて、うん、でひよりんは毎回6番で最後なの、はいはいはい、だからコメントとかも全部最後。なるほど、うん、そう難しいよ、一番最後のコメントなんか、うん、なんかみんなボケる感じの、うん、なんか振られた時もなんか最後だから、うん、なんか、うん、面白くしないといけない。そりゃそうよ。なるほど。全部期待に応えて、うん、全部面白くしてくれる。ええー。しかもそうなんですよ。アキちゃんの後なんですよ。そう順番的に。天真爛漫なアキちゃんの後だから。確かに。アキちゃんが狙わずに変なこと言っちゃった時めっちゃ受ける。そう、めっちゃ大爆笑。受けた後は逆に綺麗にまとめるとか。そう。笑っちゃうかも。で、みんな真面目に来たら一人だけちょっと。
なんか面白い感じにして場をそろ和ませるというかできるし、川島さんじゃん。マジで。そう、何でもできるじゃん。何でもできる。でしかも歌もめっちゃ上手いんですよ。でみんな歌上手いんだけど、そのなんか今までその聞いてきた中で、うん、いろんなそのアーティストがいるけど、うん、声が、うん、何この声が、透き通る、本当になんか耳から恋したという、うわ、もうそれ才能だもんな、声質に関してはね。この子の声めっちゃ好きだわ、うん、でもう本当に俺はその一応バジョフに、うん、こういうアイドルいるんだけどって紹介されて、うん、その日にファンクラブ入ったんだけど、うん、そう、早っ。その日に吉川ひよりさんを知ったんですよ。早っ。いや、それは元々スターダストバイドですね。そうそう、モークロとか好きで、あ、なるほどね。でも芸人始めてからも全然そんな、うん、行かなくなったんだけど、うんうん、そっから久しぶりにそのバチョフがおすすめしてくれて、うん、で聞いたらマジでもうドストライクというか、俺めっちゃ好きだわってなって、うん、でもずっと押してるんだけど、その辺からね、本当にいい子。へえ、やっぱいい子なんだ。うん、なんか何で見れるの、そのさ、バラエティーみたいな感じってさ。あ、ありがとうございます。さすがですね。ありがとうございます。ときせんの YouTube チャンネルがあって、あ、あるの、はい、で、ときめきバロメーター、ときめきバロメーター、そのバラエティみたいなことしてる、やってんの、あと Vlog みたいなことも上がったり、あるし、そのライブの裏側とかをしてるとこもあるし、メディア結構出るんだけど、その日和はだからそのお笑いな、担当もあるから、うん、結構幅広いいろんな番組に、うんうん、すごいね、ラジオもね、レギュラーラジオある、え、レギュラーラジオあるんですよ。ジェネゼっていう、はい、ジェネゼトーニー使ったの、森本さん、森本さん、森本さん、全ての人間です。え、あれ、あのさ、中身さ、出しちゃったの、トキさん。ああ、アキちゃんが、アキちゃんが、あれが無邪気すぎて、なんか動画見たかも。そう、手突っ込んだら、もうこの形で入れるやつだから、抽選箱みたいな気持ちになっちゃって、なるほど、箱の中身を当てるやつだろ、で入れて、うん、え、なにこれ、なにこれ、あー、セミーって感じ。出しちゃダメ。あ、それアキちゃんだ。そうだったんだ。あの動画いいよね、もう魅力詰まってて。え、あれはそれバラエティー、あれどれ、あれは YouTube の続きありさんと、あー、あれさんの、はい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 、バラエティーで、うん、すごいね、うん、YouTube の方のバラエティーはさ、MC みたいなのいるの、もう6人だけ、はい、6人で企画みたいなのを多分伝えられて、うんうん、なんか始めた。それいいよ、なるほど、うん、だからそのわちゃわちゃ感も、うん、分かる、可愛いから見てられる。いや、なんかさ、公式お兄ちゃんとかも必要なの分かるんだけど、別にアイドルだけ見たいんだけどな、みたいな。あ、あるよね、うん、配慮がすごすぎて、あのスタッフさんの声すら消えてる。うわ、めっちゃいい。それめっちゃいい、自爆になってて、うん、分かる分かる。そう、そう、俺イケメン好きだからさ、スノーマンの YouTube とか見るんだけどさ、いや、スノーマン以外ほぼ出てこないのよ。それがめっちゃいいんだよ。あ、いいね。しかも変にさ、芸人とかやられたらさ、なんかムカつくじゃん。出てくんなよみたいな。なるほどね。まあ、そういう番組もと YouTube でこう別でやるの、積み分けできてるんだ、してて、うん、すごいね。素晴らしい。素晴らしい。運営さんすごい。いや、本当に素晴らしいし、本当に、本当に、うん、そう、例えば、そう、今日とかライブあるんだけど、うん、もう1週間後とかにはもう裏側が上がってる。早っ、なんかこれ3日後ぐらいに上がってきてるんですよ。だから全部字幕とか出るっぽい。めっちゃ起こした。すごいですよ、それマジで。それもあってハマったんだ、うん、そう。いや、素晴らしい、バラエティ担当ということで、うんうん、だからもうひよりんからちょっと勉強してさせてもらってる。いや、てかマジか、いいですか、うん、あれ、どうしたの、ちょっと、あんま、ちょっと言いたくなかったな、なんかね、